アルビン・ダークは、アメリカ合衆国の元メジャーリーグ選手、監督である、オクラホマ州、コマンチューマレ。ルイジアナ大学ラファイエット校時代、野球だけでなく、アメリカンフットボールでも活躍し、1945年の NFL ドラフトで、フィラデルフィア・イーグルスから指名されたが、兵役後野球を選択した。1946年にボストン・ブレーブスと契約、7月14日に、 デビューしこの年15試合に出場した。翌1947年はマイナートリプル A でプレーし、1948年からメジャーに定着した。1948年、ダークは遊撃手として137試合に出場、打率322、3本類打、48打点を記録、新人王に選ばれた。また MVP 投票でも第3位となった。 1950年にニューヨークジャイアンツへ移籍。1951年と1954年のワールドシリーズに出場した。1955年にルー・ゲイリック賞の第一回受賞者となった。1956年途中にセントルイス・カージナルスへ移籍。1958年途中にはシカゴ・カブスへ。1960年にフィラデルフィア・フィリーズへと移籍を繰り返し、 1960年、途中から、フルスブレイブスへ戻り、同年限りで引退した。通算14シーズンで1828試合に、出場し7219数2089、あんだ、289、126本類が、757、打点を記録した。1961年ジャイアンツの監督に就任、翌1962年には、 ナショナルリーグ優勝を果たし1964年まで、勤めた。1965年にシカゴカブスで1年コーチを、した後1966年から、カンザスシティアスレチックスを2年、続いて1968年から1971年途中まで、クリーブランド・インディアンズを率いた。1970年と1971年は、ゼネラルマネージャーも兼任した。 1974年にオークランドアスレチックス監督に就任し1974年のワールドシリーズを制した。翌年も地区優勝を果たしたがこの年限りで退任。1977年にサンディエゴパドレスの監督に就任したが成績不振で途中退任。シーズン後半はシカゴカブスのコーチに復帰した。監督としては十三シーズンで九百五十試合に 指揮を取り、994勝954敗、勝率5割1分の成績を残した。2014年11月13日、92歳で死去。ダーク元監督が死去ジャイアンツとアスレチックスを W シリーズ導くスポニチアネックス2014年11月14日。ありがとうございます。